任務完了だってばよ。俺は修行に行くけど、一緒に行かねえか？ありがとうございます。でもまた今度にします。次の任務の支度のため。ああ、ならまた今度な。鹿丸がよく君の話をしてたよ。キミチ長次くんですね。こんにちは。なんだ、君も焼肉好きか。焼肉は世界一美味しいよね。一気に何十皿もいけるんだよね。一気に何十皿ですか？でもそうすると太ってすごいデブに。なんて言う、僕はデブじゃない、ぽっちゃりなだけだ。うーぽっちゃり系バンザーイ。大変、なんか悪いことを言ったんでしょうか。二人とも。アスマ先生。長次、落ち着けよ。長次の前ではデブは禁句だ。こいつこういう。長次さん、ごめんなさい。誤解です。そういうわけでは。とにかく、そういう意味じゃないんです。まあ気にすんな。わかってるから。ただ長次には、それが禁句だ。誤解が解けたなら、ちょうど今日はアスマ藩で焼肉をと。ありがとうございます。サインが欲しければ書いてやってもいいぜ。欲しければ書いてやってもいいぜ。
欲しければ書いてやってもいいぜ。サインが欲しければ書いてやってもいいぜ。サインが欲しければ書いてやってもいいぜ。彼が来ましたよ。木陰様、何か任務ですか。また砂隠れの里から力を貸してほしいと依頼が。はい、今すぐ出発します。
んにちは、木の葉の忍びです。木陰様の命を受け、風影様に会いに来ました。これが証明の書類です。あ、また君か砂隠れへようこそ。今、風影様の方へ案内する。ちょうどいい、私が案内しよう。ユーラ隊長、今日は当番ではありませんか。大丈夫だ、もうすぐ終わる。そうですか。では、隊長が風影様のところへ案内するから少し待ってて。はい、ではお願いします。こそ裁きの時だ。
で見てればいい。あんまり待たせるなよ、デイダラ。なんだと？ガラ。さすがは風影、そのまま里に落とし前は楽なのよ。殺さないようにってのが割と難儀だったけど。腹からガラ狙いかよ、やろうが。すぐに後を一人で深追いするな。
まだトラップが残っているかもしれん。慎重にな。追跡部隊出動準備完了しました。よし、すぐに艦クルを追いかけろ。敵を見つけても極力戦闘はさ、あくまでも目的は敵のアジトの発見だ。アジトを発見次第すぐに風影様奪還チームを出す。必ず情報を持ち帰ってこい。ああ、は先行して艦クルと合流してくれ。はい、わかりました。こちらです。これは敵が移動した後に残した痕跡です。どうすればいいですか。2つの方向に行きました。別々に行動しましょう。私はこちらで、そちらはお任せします。はい、そうするしかないです。気をつけてください。